さあ、始まりました。マテさんチャンネルです。さあ、今回のニュースですね。おばさんと喋るくらい面白くない。広島大の准教授、学生のパワハラで減給処分というですね。広島大学は学生に不適切な言動を繰り返したとして、大学院50代の准教授を減給処分にしたと発表しましたと。大学によりますと、人間社会学研究科の50代の男性准教授は、まあ、ここまで書いちゃったら大学の人は分かっちゃうね。だからね。去年1月、学生の学力について指摘する中で、君と話をすると道端でおばさんと喋ってるくらい面白くないなどと発言しました。学力なの？面白さとこの学力がどう関係するのかちょっとわかんないんですけど、そういう発言をしたということですね。さらに去年5月には日本人なのに日本語が通じないし話すこともできていないなどと発言し、学生に精神的な苦痛を与えたということです。これはまああるか。多少こういう発言をする人はいるね。未だにいると思いますよ。はい。で、准教授は事実関係を認めた上で学生に謝罪の意向を示しているということです。意向を示しているんだ。広島大学は教員としてあるまじき行為を行ったことは誠に遺憾、今後このようなことが起こらないようハラスメント研修実施を徹底するなど、教職員に対するより一層の意識啓発を図り、再発防止に努める所存ですとコメントしています。そうね、このハラスメントのやつは、まあ大学だけじゃなくて予備校でも配られるからね、毎年毎年この研修絶対しなきゃいけないっていう風になってますね。だから必ずありましたね、研修の場でも。まあ厳しい時代になってってるからね。自分自身の大学生活、慶応はあったね、だいぶ。すごく毒舌のレベルを超えた先生がいて、それはまあ、たびたび問題になってはいました。今の時代だったら相当大きな問題になってたと思いますね。はい。そういう人もいた。東大の方はね、まあある先生がそうだったけど、問題になんなかったね、あの先生は。ちょっとね、まあなんか、すごいレベルの、ね、話し方でね、まあある意味逆に面白いと思っちゃったからね、すごいなと思った。慶応の方はもうかなりの人格否定になってたから、まあ苦情は出てましたね。実際来てたっていう状況でしたね、その先生のは。まあ今はその授業ないので、もう、はい、まあまあ当然だろうなと思います。今の時代あれやってたら相当大変。結構分かれてますね、完全に。コメントも、いやそりゃダメでしょうとね、おばさんなんて、それもおばさんにも失礼でしょ、みたいなね。おばさん差別でもあるだろう、みたいにね、書いてあるのもあれば、いやいや、こんなん普通でしょ、なんで言及すんの、みたいなのが分かれてますね、完全にね。だからそれは良くないよっていうね、教授。ダメだよっていう風に書いてあるのと、いや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 、処分重すぎでしょ。こんなの普通のことでしょ。まあ普通だと思うんだけど、私ね。はい。こんなんでできちゃうのかよ、とか。こんなんやったらもう、教授がこれから縮こまっちゃうじゃん、みたいなね。いろんな人がもう発言できなくなっちゃうじゃん。まあそれは確かにね、あるよね。心配事としては、言いたいことも言えない、こんな世の中じゃ、みたいなのはね、言いたいことも言えない授業みたいになるのは、まああるかなとは思いますね。まあ、自分自身も綺麗な言葉遣いじゃなかったし、直接も言う人間だったからよくわかります、そのことはね。年々厳しくなっていってたのはそれも間違いないですね。はい、時代が変わっていってるっていうのもすごく感じてましたし、はい、皆さんはどう思われますか。賛否両論だったんで、ちょっとヤフーのコメントはどうなるのかなっていう感じですが、はい、ぜひコメント欄でお聞かせください。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.